はいどうも皆さんこんばんは、ゆうきでございます。ということでね、いつも通りリップルとビットコインね、チャート分析していきます。でね、今日はねえげつないニュースが一つ入ってきておりますよ。ぜひね最後までご覧いただければなと思います。びっくりしますよ。はい、ではね、いつも通りですがね、最初に言っておりますがお願いしておりますが、チャンネル登録ボタンとグッドボタンをよろしくお願いいたします。まだね、僕のチャンネル見ていただいてる方、動画見ていただいてる方ね、60% の方はね、チャンネル登録未登録ということで、僕の魅力が足りひんのかしらね、しっかりやっていきますので、ぜひね、見ていただいてる方でね、チャンネル登録されていない方はチャンネル登録ボタンとグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、ではいつも通りね、リップルからいこうかなと思います。リップルがね、現状ね、全体的に下げの中、一つだけ、一銘柄だけ頑張ってる感じですね。上位5銘柄でいくと、まあここのね、爆上げがポーンと上がったのが、まあポイントにはなってくるんですけど、今がね、24時間変動比でいくと、まあプラスマイナス0ぐらいかな、 0.13% のプラス。まあただ、リップルとかビットコインとかね、イーサリアムでいうと、まあ 4-5% ぐらいマイナスになってる中、まあ一つだけ奮闘してる感じですね。はい、まあ一応これ15分足なんですけど、はまあ一応横っぽい感じにはなってるんかな、レンジっぽい感じの動きかなっていうところですな。で、これね、見た感じ1時間足で見るとね、ダブルボトム組んでるような感じに見えるので、ここね、暗いになるかなと思います。この高さでいくと26円ジャストぐらいがネックラインになってくるかなと思うので、ここ抜けてくると上目線でもいいのかなという感じですね。ただね、最近ほんまにね、ダブルボトム、逆三尊、三尊がね、あんま機能してこないんですよね。だからそこまで大きく、そのここ強いでっていう感じにはならないんですけど、まあけどどっちみちね、その1時間足のダブルボトムで、しっかり上上がってきた場合は、4時間足の、これ今4時間足なんですけど、ずっとやってた25日線を上抜けてくると思うんですよね。そうするとちょっと上が強くなると思いますので、そこはちょっと期待してもらえればいいかなと。唯一多分期待が持てる感じのチャートかなと思います、今仮想通貨見ててもね。まあただ冷やしてみるとね、もうずっとほぼほぼ十字線みたいな、こんな珍しいんですけどね、こんだけボラが低いような冷やしって珍しいんですけど、まあほぼほぼ線切り傷みたいな切り傷みたいなチャートになっております。はい、さあ、まあそんなところかな。まあリップルまとめるとね、1時間してみてのダブルボトムの終局を迎えると。なので26円超えてくるとチャンスかなというところですね。ただ押し戻されるとこのまま下落する可能性はあります。はい、まあここを見て逆三尊ちょっと強引かなっていう感じがするので、まあダブルボトムかなっていうところですね。なのでこのネックラインを、超えてくる、ブレイクアップすると強いかなという感じですね。そうすると、4時間足の25日線も超えてくると同じくねっていうところが、まあポイントになってくるかなと思いますので、リップルね、お持ちの方はそちらを、注目してもらえばなと思います。はい、ぜひ参考にしてください。いやー、皆さん花粉症の方いらっしゃいますかね。動画見てる方、僕多分ね、今日花粉ですね、これ。鼻とくしゃみと、あとね、喉、僕これ特有なんかなと思うんですけど、もしね、同じ症状の方がいたらぜひコメントください。喉の奥が痒いんですよ、わかります？なんて言ったらいいかな、もう書きたいの、ほんまに喉の奥を。だから僕ね、その舌をね、ギュッて奥に引っ込めて、こう奥を書くんですけど、それはね、もう花粉症の時しか起こんないんで、多分今ね、花粉やと思います。で、今ね、これもうめっちゃ横道取れんで、花粉症の方のためだけの、今ね、花粉の季節なんですけど、花粉がね、今がね、さっき見たんよ、今がブタクサとヨモギとイネ、この3種類よ、今の花粉は。まあ一応カナムグラ、これちょっと聞いたことないけど、カナムグラっていうのもあるんやけど、今強いのがブタクサとヨモギ、この2種類が来てるみたいです。はい、なのでまあね、僕はもう常にアレグラの飲み続けてるんですけど、あれがなかったらもう本当に花粉の季節は生きていけない。ぜひまだ試されてない方はアレグラ試してみてください。僕は竹恵美ちゃんがやってるやつ、何やったっけな、忘れたけど、アレグラの方がおすすめ、大野くんの方がおすすめ、竹恵美より大野くんよ。うん、ポイントはね、竹恵美ちゃんのやつの方は1錠なんですよ、1日1錠24時間効きますっていうのが歌い文句なんですけど、あれね、24時間効かん、あれ最後の方だったらめっちゃくしゃみと鼻ともうえげつなくなるんですよ。24時間17、8時間ぐらい過ぎたらかな、もうえぐいぐらい症状出るんで、やったらアレグラの1日2回飲まないといけないけど、
半日はほぼほぼ効き目が続くので、もう全然楽、あれで僕は天国を味わいましたね、春でも。なのでぜひね、花粉を花粉症を今感じられてる方は今すぐ薬局へっていうね、誰やねんっていうやつですよねお前どこの回しもやねんってやつですよねただほんまに効くんで絶対試してみてください。はい、ではちょっと道それましたが、ビットコイン行きましょうか。でビットコインがね、これまず15分足なんで、もうね、もう皆さんに何か情報を伝えようと思って、もう線引きたくったんですよ。もう線引きたくって、もう千と千尋の神隠し、もうね、ハクに助けてほしかった。もう何も見つかれへん、何も当てはまれへんぐらいの勢いです今のチャートまあ一応ね、もうなんとか絞り出したそのポイントがあるんで、それは皆さんにお伝えしようかなと思うんですけど、まあ結局下落はしましたと。やっぱりその効かなかったんですよね、逆三尊が完全に潰れてしまって下落しました。で現状が、まあ、前回聞いてた82万ぐらいか、もしくは8000ドルのライン、終わってきたので、次がね7500ドルのラインかなと思います。うん、802500円、7500ドルのライン、ここねが次の、まあギリギリサポートライン、この2本がまあサポートライン2本立てって感じかなっていうところは一応変わらずです。で一応15分足で見ると特にね、そこまでのあれじゃないんですけど、まあ下落トレンドのトレンドラインが引けるかなぐらいで、一応ね次がね1時間足見てもらいたいんですけど、これ1時間足で、まあ1時間足で見るとねこれねちょっとね難しいんですよね。一応ここはねダブルボトムやったと思ったんですよ。でやっぱりそれがね、この下落トレンドのトレンドラインで しっかりやってと思ってる場合ちゃうね、しっかりせよ、行くよ、聞いといてよちゃんと、これよ、このしっかり聞いてるということで下落してきたんですよね。でまあ今も現状下落してて、で若干ねボリンジャーバンド抜けたので、で反発して戻ってきたっていうところですね。ただこうなってくると、戻ったとしてもこのままこの移動平均線にもう一丁反発されてこう下落してくるような形になるんじゃないかなと僕は思ってます。でそれをねちょっと裏付けるポイントとしては、これね4時間足なんですよ、ポイントは4時間足、恋人はサンタクロースみたいな感じだね、なんか陰踏んでる感じ陰踏んでるんかなまあいいや、ポイントは4時間足、恋人はサンタクロース、似てるのニュアンスだけみたいなねこれよ、4時間足のここ、これね見てほしいんですけど、これ皆さん見えてますよね、もうちょい見よう、広げようかな。で逆三尊って言ってましたよねって言ってたんですよ、僕の記憶が定かで確かであれば、ここが逆三尊って言ってたじゃないですかね。気がつけばですよ、これもうびっくりした、これねもう全く逆転の発想、ここがね次はね三尊になってるんですよね、これびっくりでしょ、裏返せばね、これ三尊、逆三尊って言ってたのが実はひっくり返してみると今三尊形成してるんですよ。そうするとですよ、空下落するんですよね。うん、だここだけほんま唯一こう、あここが効いてたんかなって思うのはほんまここだけで、今ね正直なとこ、ここのネックラインね割ったんですよね。だから次もしここでネックラインでしっかりこうレジスタンスライン、サポートじゃないわ、抵抗された場合は本当にね7500ドルから7000ドルまで下がる可能性は全然ありますよ。なのでここはほんまに勝負どころ、皆さん勝負どころですぜ、うん、もう大阪弁出るぐらいの勢い、うん、なのでここの、85万、要は8000ドルのラインで次抵抗された場合は7500ドル7000ドルが見えてきますというところでございますので、ぜひここはね注目してみておいてもらうのがいいかなと。逆に言うと、ショートポイントかなと思います。なので、8000ドルのラインでショートで入ってで抜けたらどうしようかな、
87万ぐらいのラインで利確かな。だから2万幅ぐらいで取っといたらいいかなと思います。これあれやね、俗に言う、ここで入る、これリスクリワードでいくと、ストップで言ったらね、だいたい、まあ、1万幅でいいかな。うん、例えばやけど1万幅で取ったとして、86万5000、まあ、87万にしときましょうか。87万で、損切りで考えるとよ、3で、リスクリワード3で設定しますね。3で設定したら利確を80万というところですね。うん、なのでここから80万までは結構下がる可能性は全然あるんで、このリスクリワード比でいいんちゃうかなと思います。なんで、85万6000、要は8000ドルのラインでショートで入って、で、損切りを1万6000ぐらい上回ってる87万のとこで損切りで、下は、80万ぐらいまで利確幅取っといてもいいかなと思います。はい、これでちょっと一気に下がらん可能性あるので、ちょっと待たんとあかんかもしらんけど、この、よいしょ。このね、なんや、下落トレンド、トレンドのラインね。この下落トレンドのトレンドラインに沿って下がってくるとしたら、ガク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 と来たとしたら、だいたいね、まあけど1週間ぐらいは見ないといけないかもしれないけど、その、80万まで下がるとしたらね。まあ、ただ思いっきり下がる可能性は全然あるので、まあ、早めに利確できる可能性もありますけど、ちょっと、まあ、短期なんですけどね、1週間って言っても。ちょっとこれはね、見とてもいいかもしれないぐらいの感じ。急落というよりは。ちょっとま、持っといて、80万あたりで利確するみたいなのもありかなというところです。はい。なので、リスクリワード比的に言うと、3取っといて、80万でショート。で、87万ぐらいで、損切りで80万で利確みたいなシナリオもありかなと思います。まあ、ただね、これはもうあくまで個人の見解でございますので、ショートで入られる場合はあくまで自己責任ということでよろしくお願いいたします。はい、僕はこれで入ろうと思ってますという感じでございます。はい、ではね、一応まあチャートはこんなところかなと思いますので、よいしょ、チャート分析は以上にしましてですよ、僕がやってたえげつないニュースというのを一つね、紹介して終わろうかなと思います。じゃじゃん、こちら。なんと、海外著名アナリスト、仮想通貨ビットコインが3000ドル以下まで下落する可能性について解説。もうこれね、もう言ったもん勝ちでしょ、こうなってきたらね。いや、それはね、僕が例えば、この動画でね、まだ、1000人強ぐらいのね、皆さんに向けて、ビットコインが3000ドルまで下がるぜっていうのは、特にね、影響力もなければね、はいはいぐらいで終わるんでしょうけど、海外著名アナリストって書かれたら信じたくなりますよね。ね。まあけど3000ドル以下まで下落する可能性があるっていうことですよ。で、著名アナリストのね、アレシオさんよ。アレシオちゃんがよ。アレシオ、ラスタニさん。うん。ラスタニちゃんね。ラスタニちゃんがね、まあ、下落中の BTC の底値予想について2000ドルから3000ドルもあり得ると言及してるんですよ。まあ、その理由について市場心理のサイクルを用いて説明したというところなんですけど、まあ、これがね、要は解説されてる心理の部分で、まあ、今6月末に、年初来高値である1万3800ドルをつけて以来、数ヶ月にわたって投資家心理は天井を示す陶酔、読まれへんわ。まあ、陶酔の状態と。から、心配、アンキシティ。こんな単語聞いたことないぞ。心配ってなんかアフレイドとかの意味しそうやけど。まあまあ、心配の状態になったと。で、今、現状が否定されてる状態。デニアル。かな、と移行していたと。で、このような推移は強気相場特有の買いバイアスがかかっていることを示していると。で、これバイアスね、結構わからん人おると思うんですよ。僕も正直最初わからなかった。バイアスって何なんて。バイアスかかるとか言うじゃないですか。これね、偏りって意味です。要は買いに偏ってるっていうことかな、イメージ的に言うと。うん。を示していると。で、先週ビットコインの相場が前日比 15% の暴落を記録した。これ僕言いましたよね。15% の、暴落しますぜって言ったところの
弱気相場へと移行したと。で、投資家心理としては次が恐怖、今恐怖されているわけですよ。で、自暴自棄、パニック、ビットコインパニック、もう間もなくまあパニックへと推移をたどっているというところですね。で、投資家心理のサイクル的には次幸福、もう犬で言ったらもうお腹向ける状態つってね、お腹向けてる状態よになった後に落胆まで行くと。で、俗に言う、これが俗に言うセリングクライマックス、セリクラって呼ばれるやつです。セリングクライマックスっていうのは、もうこれ調べてもらったら分かると思います。セリクラ、セリクラって投資家さんたちが言うやつはこれですね。要は底値圏から、要は徐々に回復するっていう状況。要は、セル、要は売るのがもう最後ですよっていうことで、クライマックスやから。まあ、なので、底値圏から徐々に回復する傾向にあると。なので、今が状況パニックぐらいなんやとしたら、もう間もなくは、回復傾向に、来るんかなというところなんですけど、その回復傾向に行くまでに、この、幸福、落胆のあたりまで行くと、結局は、3000ドルぐらい。33万ですよ。これ、驚愕でしょ。120万ぐらいで買った人がおったら、90万楽ですよ。あのね、さすがに、多分、耐えきれんのちゃうかな。胃がもう、胃がギューンなるんちゃう？もう、ギューンってなると思うわ。今は亡き宮迫さこさんの言葉を借りるとね、ギューンってなると思うんです、胃がね。うん。まあ、それがこのチャートで表されてるということですよ。で、まあ、下落トレンドが長引けば、これを更新する恐れがあるとして、2つのインジケーターを持って説明を行ったと。で、一つ目は、昨年12月の底値と今年6月の高値を結んだフィボナッチリトレースメント。これはまあ、この前、習いましたよねっていうか僕が教えたんですよね。説明しましたよね。で、該当する5000ドル付近を下回った場合は3000ドルから2000ドルも視野に入れる必要があると。なので、ここのラインね、を下回ったら、えげつないことなんでと。3000ドルか2000ドルも視野に入れていかなあかんよということですね。で、二つ目は4200ドル付近にある赤い水平線サポートラインで、この水準まで割り込んだ場合、3000ドルから2000ドルまでの下落率は実に 90% 近くまで増加すると独自見解を示したと。ねえ、こんな海外著名さんがね、ちょめちょめさんがですよ。ちょめちょめさんがもう3000ドルから2000ドルやって言ったら逆に恐怖煽るわいっていう話でしょ。はい。なので、まあ、皆さんも、まあ、このあたりは意識せんとあかんくなってきちゃったよと。そうなってきたらよ。誰？ 10 万ドルまで行くとかね。1000ドルまで、1万ドルまで行くよ、ビットコインはって言ったやつ、誰なんて話になってくるよ。犯人探しじゃないけどね。さあ、もう恐怖。今が逆に恐怖やわっていう話ですよね。なので、まあ、今回、まあ、ご紹介したこのニュースなんですけど、まあ、一応、そうね、2000ドルか3000ドルまでありえるんかなっていう話まで出てきてしまうぐらいの今が弱気相場になってきたということですね。なので、まあ、先ほどね言ってたその、3ゾーンが出て下落する可能性がある。で、8000ドルとか7000ドルとか言ってますけど、そんなところじゃないと。世界の著名さん、ちょみちょみさんたちはもう2000ドル3000ドルまで見てるでとね。まあ、ただね、まあ、世の中に出回るニュースってある程度デマなんですよ。その個人投資家とかを陥れるためのね、嘘やったりするんで、まあ、これがどこまで本当なんて言われると僕も正直計り知れない、うん、計り切れないけれども、ありえるかもしらんよっていうところはちょっと頭の片隅に置いといてもらう必要はあるのかなっていう感じです、今僕が思ってるのは。はい。なのでね、まあ、こういったニュースもあったよっていうことをね、頭の隅に置いてこれからねトレードしてもらうと、多少ね、多少ですよ、そんなバッキバキにこれが聞いてくるわけじゃない。このニュースがね。うん。ただ、こういうので、やっぱり弱気になる投資家さんっていうのは絶対います。ハートの弱い。ガラスのハートのね。Stay with me, ガラスの少年時代を。ですよ。うん。ガラスのハートの、投資家さんたちがね、ここ、ハートが割れてしまって、売りに走るみたいなことはなくはないのでね。そういうのも、まあ、ちょっと頭の隅に置いて、投資の、トレードするね、ポジション取りにね。役立ててもらうといいかなと思います。はい。まあ、今日はこんなもんですかね。最後がね、このちょっとね、インなニュースで申し訳ないんですけれども、まあ、仮想通貨ビットコインが3000ドル以下まで下落する可能性も安全あるぜっていうことをね、ちょっと頭に入れていきましょうということでございます。はい。
なので、まあ、今からはね、多少こうショート目線になってくるかなと思います、ビットコインはね。なので、そのあたりはね、この下落トレンドのトレンドラインとか引いてみて、で、ここを割らない限りは下落やなとか、ここブレイクアップすると多少ちょっとロング目線になるんかなとかっていう、いろいろね、方向性っていうのを自分でもね、考えてみながら、皆さんのね、トレードライフにね、僕のチャンネル動画をね、役立てていただければなと思いますので、ぜひね、これからも、ごひいきに、ということでございます。はい、ではね、今日の動画見てね、よかったよっていう方は、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを忘れずによろしくお願いします。忘れずによろしくお願いします。はい、ではね、以上で今日の動画を終わっておきたいと思います。またね、次の動画、ぜひご期待いただければなと思いますので、またね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。